HTV Omega 5 4 3 2 1 0ランディングオールダン日本産の積み荷を満載した巨大な無人貨物船 HTV Omega がコペルニクススペースポートの貨物ヤードへ無事に着陸し責務を終えたメインエンジンがゆっくりと急速に入ろうとしている本来であれば のびやかなスイープ音をあたりにとどろかせるところであろうが、ヤード内は真空なため、まったくの無音。待機室内で遠巻きに見守っていた作業員たちが、そそくさと椅子から立ち上がり、ふわりと浮かんだその体を不器用に泳がせながら扉へ向かう姿は、まるで金魚の群れのよう。さてと、スケジュール通り搬出を済ませようぜ。今回は貴重品が多いから、用心してな。作業を指揮する私は、 コンソールに表示された積み荷リストと機体内の積載マップを見比べつつ、無線で声かけをした。彼らは皆、地球上のさまざまな空港で荷卸しに関わってきた手だれだが、この無重力環境は、そうした経験値を嘲笑うかのように、メンバーたちの動線をいたずらにもてそぶ。おい、ぶつかってくんなよ。危ねえじゃねえか。あんだとぶつかってきたのはおめえの方だろうが。ったく、うるせえやつらだな。 異性がいいのは結構だが、仕事中は仲良くしろよな。癖の強さは否めないが、港で働く腕っぷしのいい男というのは、大抵こんなキャラクターだ。ところが、こわもてのおじさん連中に入り混じり、一人だけ涼しげな表情でスマートに体を流す、パレスチナ系日本人の美男子がいる。ぴったりした黒スーツは華奢な容姿を妖艶に際立たせ、肩まであるさらりとした銀髪が、 実際はヘルメットに押し込められているのだが、宙にたなびいているようにさえ感じさせる、独特なオーラを放つアイドル。二人とも、喧嘩はやめよ。誰だって最初は動きづらいもんだよ。僕だってそうだった。彼の柔らかい声色が全員の耳元を優しく通り過ぎると、チームは普段の落ち着きを取り戻した。まだはかくて経験は浅いが、天性の魅力に恵まれたホープは、全員から愛されている。 将来は、舞台役者かモデルにでもなっていそうな気がする。または、気鋭のアーティストか実業家か。純真さと忠誠さを滲ませる彼が HTV オメガのハッチを開けると、皆当時さんたちが船内へどっと流れ込んだ。貴重品をムーンガザへ届けるために。OK, じゃあ、各自指定されたコンテナを見つけたら、コールしてくれ。マークする。コンソールで美しく光る。 カラフルな文字列。真夏のクリスマスイルミネーションを横目に、ジフェイズの注意点を再確認。貴重品の中には、科学実験で用いられる劇薬も含まれる。今回の真空環境は、万が一の爆発事故を防ぐためのもの。六分の一重力にようやく慣れてきたばかりのおじさんたちが、あんな風にじゃれ合ってしまうのも無理はない。あったぞ。見つけた。ゲットだぜ。よっしゃストライク。 捕まえた私の後ろで運搬ドローンたちが何とも不思議そうな表情をプカプカと浮かべている。ME14 年8月1日コペルニクスゲートウェイコペルニクススペースポート貨物管理室主任中寺哲次